こんにちは、ほたらみキッズです。今回はこちらダイソーのサラリ、これを使って春夏のストールを編んでいこうと思います。6号のかぎ針を使って編んでいきます。去年のサラリはこの真ん中に台紙が入ってたので、コロコロ転がってちょっと編みにくかったところもあるんですけど、今年のは真ん中から糸を取り出して編めるタイプなので編みやすいんじゃないかなと思います。では早速編んでいきます。まずは結び目をします。鎖編みで作り目していきます。今回は10の倍数プラス6目で調整していこうと思います。鎖を36目編んできました。長さは約22センチぐらいあるんですが、今回の模様編みがちょっと幅が短くなる感じの模様編みなので、編みたい長さよりちょっと長めに作り目をするといいかなと思います。では1段目を編んでいきます。ここから1段目を編んでいくんですが、今編み終えたこの鎖の目から1個隣の目です。1つ左隣の目にマーカーをつけておこうと思います。この状態で鎖3つで立ち上がります。立ち上がりの目にマーカーをつけておきます。ちょっと糸がもしゃもしゃしてる感じなので、この目が見えづらいっていうのがあるかなと思います。なので最初につけてきたマーカーの部分に長編みを編んでいくんですが、これがなくても大丈夫な方はマーカーつけないで編んでいっても大丈夫だと思います。2個目につけたマーカーの目から1,2,3,4,5 個目に最初につけたマーカーがあります。この5個目の目に長編みを編んでいきます。糸をかけて、ちょっとマーカーを外して、よいしょ、表半目と裏山をすくって編んでいこうと思いますが、どこをすくって編んでいただいても大丈夫です。裏山を取って編むよりは表半目とかすくって編んでいく方が分かりやすいかなと思います。今編んだ長編みを合わせて全部で4目編んでいきます。今1つ編んだので、次は隣の目です。ここに長編みです。糸をかけて隣の目に針を入れて、糸を引き出して、針にかかっている3つの糸、これを2つずつ引き抜いて長編みしていきます。続けて隣の目にも長編みを1つ、これで鎖3つで立ち上がって 1,2,3,4 つ長編みを編んできました。次は鎖を1つです。ここまでが5目1模様になってきます。長編み4目と鎖1つ、5目1模様で編んでいます。次は1目飛ばした隣の目です。長編みを編んだ隣の目を飛ばした次の目、ここから長編みを編み始めていきます。長編みを4目編んで、3,4、長編みを4目編んで鎖1つ、これを繰り返して端まで編んでいきます。端まで編んできました。最後は長編みを4目編んで止まっています。
ここまで編んでくると最後一目だけ残っています。最後は鎖を編まないで、そのまま一番端っこの目に長編みを編んで編み終わります。長編み4目と鎖編み1つ、これを繰り返して編んで、最後だけ長編み5目で編み終わっています。次の段から引き上げ模様を編んでいこうと思います。では2段目を編んでいきます。2段目以降は立ち上がり鎖2目で編んでいきます。鎖を2つ編んで、立ち上がりの目にマーカーをつけておきます。編み地を返して往復編みで編んでいきます。前段で長編みを編んだ目に引き上げ模様を編んでいきます。表引き上げ編みでも裏引き上げ編みでもどちらからスタートしていただいても大丈夫です。今回は表引き上げ編みから編んでいこうと思います。糸をかけて隣の目です。前段で編んだ長編みの柱、ここを横から針を入れて柱を1本すくいます。糸をかけて引き上げて、あとは長編みを編む要領で2つずつ引き抜いて編んでいきます。これが長編みの表引き上げ編みです。これを前段の長編み4目分編んでいきます。今1つ編んだので残り3つです。糸をかけて隣の前段の長編みの柱を横から針を入れて、糸をかけて引き出して、2つずつ引き抜いて編んでいきます。糸をかけて隣の目の長編みの柱、横から針を入れて糸を引き出して長編みしていきます。糸をかけて柱を1本作って糸を引き出して、2つずつ引き抜いて表引き上げ編みです。表引き上げ編みを4目編んだら、次は前段で鎖を編んだ目です。ここも前段と同じように鎖を1つ編んで、1目飛ばした次の長編みの柱、ここを引き上げ模様で編んでいきます。今ここを表引き上げ編みで編んだので、次は裏引き上げ編みで編んでいきます。糸をかけて前段のこの柱を編み地の後ろ側から針を入れて柱を1本すくいます。糸をかけてぐっと引き出して、2つずつ引き抜いて長編みの裏引き上げ編みです。表引き上げ編みは編み地の表側がポコッと出ている感じになっています。裏引き上げ編みは編み地の後ろ側でポコッと出ています。これを4目繰り返して編んでいきます。糸をかけて編み地の後ろ側から柱を1本すくって、糸をかけて引き出して、2つずつ引き抜いて長編みしていきます。糸をかけて編み地の後ろ側から柱を1本すくって引き出して、長編みの裏引き上げ編みです。もう一つ編んでいきます。表引き上げ編み4目、鎖を1つ、裏引き上げ編み4目、鎖を1つ、これで10目1模様になります。同じように繰り返して編んでいきます。最後5目分残ると思います。
ここまで繰り返して編んでいきます。まずは表引き上げ編みで4目編んでいき、鎖を1つ編んだら次は裏引き上げ編みで編んでいきます。10目1模様を3回繰り返して編んできました。最後5目残っています。今ここを裏引き上げ編みで編んできました。この編み方と逆の編み方になるように編んでいきたいので、最後は表引き上げ編みで編んでいきます。糸をかけて編み地の表側から柱をすくって長編みの表引き上げ編みで4目編んでいきます。表引き上げ編みで4目編んで、最後マーカーをつけた目が残っています。ここは中長編みで編み終わっていきます。マーカーをつけておいた目に糸をかけて端の目に針を入れて糸を引き出します。針にかかっている3つの糸を一度に引き抜いて中長編みで編み終わります。これが2段目の編み方になります。次3段目は2段目の引き上げ模様と同じ模様になるように編んでいきます。まずは鎖2目で立ち上がってマーカーをつけておきます。最後に編んだここの表引き上げ編み、編み地をくるっと返すことで裏引き上げ編みになります。裏引き上げ編みで編んだ部分は表引き上げ編みになっています。この模様と同じ模様になるように編んでいきたいので、3段目の最初は裏引き上げ編みで編み始めていきます。糸をかけて前段の引き上げ編みで編んだこの柱を後ろから針を入れて柱をすくったら裏引き上げ編みしていきます。糸をかけて編み地の後ろ側から針を入れて糸を引き出して裏引き上げ編みしていきます。これを4目編んでいきます。次は前段で鎖を編んだ目なので鎖を1つです。隣の目が表引き上げ編みで編んだ目になるので、ここは編み地の表側をすくって長編みの表引き上げ編みで編んでいきます。繰り返して端まで編んでいきます。端まで編んできました。最後マーカーがついている目が残っています。ここも編み終わりは中長編みで編み終わっていきます。糸をかけてマーカーがついていた目に針を入れて糸を引き出して中長編みして編み終わっていきます。これが3段目の編み方になります。2段目と3段目は同じ模様になるように編んできました。次の4段目と5段目、この2段目3段目で編んだ模様とは逆になるように編んでいきます。まずは鎖2つで立ち上がってマーカーをつけて編み地を返します。最後に編んだ引き上げ模様が表引き上げ編みになっています。なのでこの段は裏引き上げ編みから編み始めていきます。前段の表引き上げ編みで編んだ柱を裏引き上げ編みで編み始めていきます。4目繰り返して編んでいきます。
次は前段で鎖を編んだ目なので鎖を1つ、1目飛ばした隣の目が裏引き上げ編みになっているので、ここは表引き上げ編みで編んでいきます。こんな感じで前段と逆の模様になるように端まで編んでいきます。4段目端まで編んできました。最後は中長編みで編み終わっています。5段目は4段目と同じ模様になるように編んでいきます。鎖2つで立ち上がってマッカーをつけて編み地を返したら、前段で編んだ模様が表引き上げ編みになっているので表引き上げ編みから編み始めていきます。同じように端まで編んでいきます。5段目まで編んできました。前回同じ感じでこういうブランケットを編んできたんですが、今回はその間に鎖を1つ編んでいます。で、透かし模様みたいな感じで春夏っぽい感じになっているかなと思います。今5段目まで編んだこの横幅が18センチくらいになっています。最初22センチぐらいだったんですが、やっぱりこうちょっと編み地が縮む感じの模様になっているので18センチまで縮んでます。編み癖とかにもよるので多少前後するかとは思いますが、編みたい長さよりプラス数センチ長くして編んでいくといいかなと思います。あとはこの2段目から5段目の編み方を繰り返して編んでいきます。2段ずつ同じ模様になるように編んでいきます。鎖2つで立ち上がってマーカーをつけて編み地を返したら、最初の目が裏引き上げ編みになってます。なのでこの段は表引き上げ編みから編み始めていきます。こんな感じで好きな長さになるまで編み続けていきます。一玉使って27段目まで編めました。今長さが約 26.5 センチです。幅は約17センチになってます。一玉目が少なくなってきたので2玉目足して編んでいきます。今表引き上げ編みで編んでいるところです。糸をかけて柱をすくって糸を引き出して2つずつ引き抜いていきます。長編みの表引き上げ編み未完成の状態で新しい糸に持ち替えて、この糸で長編みの表引き上げ編みを完成させます。2本の糸端は最後に糸始末していこうと思います。糸をかけて隣の目を編んでいきます。こんな感じで糸を足して最後に糸端を糸始末して編んでいこうと思います。では続けて編んでいきます。4玉使って編んできました。長さが約110センチくらいまで編むことができました。鎖を1つ編んでこのまま糸を引き出して編み終わっていきます。最後はとじ針を使って糸始末します。編み地の中に糸端を隠していきます。引き上げ模様で編んだ部分、ここがちょっと分厚くなっているのでこの辺りで隠していこうと思います。余分な糸はカットします。他の箇所も同じように糸始末していきます。完成です。オレンジがとっても素敵なストールになりました。今回はさらに和な感じだったので
和のテイストに合った格子模様で編んでみました。透かし模様なので春夏にぴったりなストールになってるんじゃないかなと思います。今回も最後までご覧くださりありがとうございます。今回使用した糸です。ダイソーのサラリ、ダイダイを使いました。こちらが表示になってます。